皆さんこんにちは。篠田麻里子が自ら公表した彼氏の正体や職業、週刊誌より先に公表しなければならなかった本当の理由や、元 AKB48 が不倫略奪婚1年後に判明された新事実について紹介します。女優の篠田麻里子が3日、自身のインスタグラムで交際中の男性がいることを報告した。指示ですが一つ報告させてください、唐突にすみませんと切り出し、現在私にはお付き合いしている男性の方がいます。一般の方なので詳細は差し控えますが、私や娘のことを上ごちょにしてくれる、とても尊敬できる方ですと交際を報告した。知り合ったのは昨年といい、誠実に私たちに向き合ってくれる姿勢に惹かれてお付き合いすることになりましたと経緯も明かした。当初は恋の予感もなかったようで、まさかお付き合いすることになるとはと自分が一番驚いていますしょうと綴った。今の私は子供のこと、仕事のことを大切にして心穏やかに過ごしています。今後も何かあれば自分からお伝えしたいと思っているので、温かく見守っていただけると嬉しいですとファンに理解を求めた。 AKB48 の人気メンバーとして活躍した篠田は2013年にグループを卒業、その後は女優として活動しており、今年1月期に放送されたテレビ朝日ドラマ離婚しない男、され夫と悪かの騙し合いでは浮気しまくりの不倫妻を演じて話題になった。篠田は2019年に3歳下の一般男性と結婚、翌年に長女を出産したが、昨年3月に離婚を発表していた。突然すぎる交際宣言だが、その理由は一部週刊誌から交際について取材を受けたからだった。篠田自身もインスタの最後に事務所にお問い合わせいただいたみたいですが、今回はどうしても自分の口から報告したくてここに書かせてもらいましたなどとして週刊誌側に詫びた。交際相手の正体は関係者によると IT 企業の代表取締役で40代の A 氏、昨年共通の知人を通じて知り合い、今春から交際をスタートさせた。これまで AKB48 グループと仕事をしていて、篠田さんとは共通の知り合いも多い。 AKB48 時代の彼女に注目していて、周囲に記号マリコ様推し記号を熱弁したこともある優しく温和な性格で、篠田さんの自宅を頻繁に訪れ献身的に支えている。篠田は最初の結婚の際に記号交際令日婚記号で話題を集めたが、交際令日婚の反省も踏まえ、これからは交際が始まったらきちんと周囲に報告すると口にしていた。自身の報告より先にマスコミで報じられる子に困惑し交際宣言した。篠田は19年2月、美容院などを経営する実業家男性と結婚し、交際令日のスピード電撃婚と話題に、20年に第一子女児を出産、21年にはベストマザー賞を受賞した。一方で22年、一部で離婚調停や不倫疑惑が報じられたが、 SNS で私が不倫したという事実はありません、今後私が法廷に立つことになってもそう主張していきますと不倫疑惑について否定。23年3月に離婚を発表した篠田麻里子は、日本の俳優、タレント、ファッションモデルであり、福岡県糸島市出身でサムデイに所属しています。彼女は女性アイドルグループ AKB48 の元メンバーで、2013年7月22日の卒業時点でグループ最年長メンバーとしてお姉さんキャラとして知られていました。2005年、篠田は AKB48 の第一期オーディションに応募し、中島みゆきの悪女を歌いましたが、最終審査で合格には至りませんでした。その後 AKB48 劇場内のカフェ48一重院洋風 S カフェのスタッフとして働くことを提案され上京。2006年1月にはカフェスタッフでありながら AKB48 のお気に入りメンバー人気投票で1位となり、この結果を受けて秋元康から AKB48 のメンバーに抜擢されました。篠田は AKB48 の選抜総選挙で2009年と2010年に3位に入選し、グループ内での人気を確立しました。2011年12月にはシングル「上からマリコ」で初のセンターポジションを務め、この楽曲は AKB48 史上初めてメンバーの名前がタイトルに使われたもので、
95.9万枚の書道売り上げを記録しました。2012年12月には自身のファッションブランドリコリを立ち上げ、プロデューサー兼デザイナーとしてデビューしました。2013年には7月の福岡ドーム公演を区切りにしたいとして AKB48 からの卒業を発表し、7月21日に福岡ドームで卒業セレモニーが行われ、翌日の最終劇場公演で正式に卒業しました。彼女の AKB48 在籍期間は7年半で、この間に NHK 紅白歌合戦に5回出場し、日本レコード大賞を2回受賞するなどの実績を残しました。2023年、元 AKB48 のタレント篠田麻里子さんが自身のインスタグラムで離婚が成立したことを報告しました。騒動の発端は報道された篠田さんの不倫疑惑、妻は浮気をしているに違いないと思っていた実業家の夫に対し、妻の篠田さんはそれを完全否定、離婚調停を行っていたものの、不倫や慰謝料を争点とした裁判を迎えることなく和解し、婚姻関係は解消されたようです。パートナーの不倫疑惑が元で離婚騒動になったのにもかかわらず、裁判に至ることもなく、さほど泥沼化することもなく、スムーズに離婚が成立したことに対し、なぜと疑問に感じる人もいるのではないでしょうか。実はこれは一般的にも時々あるケースです。理由はどうあれ、いわゆるスピード円満離婚で決着がつく場合、その理由は子供への影響を想定して、自分たちのイメージダウンの回避や世間体を考慮したからであることが多いのです。例えば前者の理由の場合、離婚に関する調停や裁判が長引くにつれ、両親が争っている環境で生活しなければならない、子供への精神的ダメージは少なくありません。周りがそれを知るところとなった際にも、ご両親があんな揉め方をするなんてかわいそうになどと気の毒がられ同情されることが、余計に子供の傷を深くすることもあります。そうした子供へのダメージをより小さく収めるために、できるだけ時間をかけずに離婚を決める夫婦もいるのです。幻冬舎の編集者箕輪厚介氏が4日までに YouTube チャンネルを更新、元 AKB48 で女優の篠田麻里子が交際を公表した相手男性について言及した。篠田は3日 SNS で一般男性との交際を公表。関係者によると、交際相手は企業のクラウドサービスを手掛ける株式会社ナレッジワークの創業者で CEO 浅野浩二氏といい、共に離婚歴があることから結婚については慎重な姿勢だという。箕輪氏は、篠田麻里子さんと僕の友達のナレッジワークスの浅野浩二さんが真剣交際されているということで撮っていますと切り出し、もともと篠田麻里子さんは令和トラベルの篠塚さんと不倫騒動があって、篠塚さんは絶対に不倫していないって言って、僕は篠塚さんの言葉を信じております、不倫をしていないと思うんですけど、その話があった時に浅野浩二さんは、ずっと俺が一番好きなのに、俺篠田麻里子めっちゃ好きやったのにムカつくわって言っていたのを僕は聞いていまして、よかったなと浅野氏の言葉も明かした上で、そんだけ好きだった人と付き合えてよかったなと真剣に応援していますとエールを送った。浅野氏の離婚歴にも触れ、なんでバツイチかというと、気が利かないからです、何もできないんですと冗談めかして笑いながら紹介、一緒に旅行行っても何もできない、一緒にねぶた祭りに行った時に新幹線を2回乗り過ごした男です、待ち合わせ場所にもたどり着かない、顔が凡人なんでみんな気づかないんですけど、基本的には天才が取る行動みたいな行動を取ります、と人柄がわかるエピソードを披露した。篠田に向けても、良い人だと思うと大変な目に遭います、物も忘れるし何も持たないし、基本的に人の話を聞いていない、才能だけあるマラドーナとか尾崎豊しか許されないような行動を取りますと忠告。優しい、人間としてはなかなか問題がある、悪い人じゃないと改めて人柄を紹介し、ハートフルで良い人なんで、そこは優しく愛してあげてくださいと呼びかけた。幻冬舎の編集者箕輪厚介氏が4日までに YouTube チャンネルを更新、元 AKB48 で女優の篠田麻里子が交際を公表した相手男性について言及した。篠田は3日
SNS で一般男性との交際を公表。関係者によると、交際相手は企業のクラウドサービスを手掛ける株式会社ナレッジワークの創業者で CEO 浅野浩二氏といい、人もに離婚歴があることから、結婚については慎重な姿勢だという美濃和氏は、篠田麻里子さんと僕の友達のナレッジワークスの浅野浩二さんが真剣交際されているということで撮っていますと切り出し、もともと篠田麻里子さんは令和トラベルの篠塚交際さんと不倫騒動があって、篠塚さんは絶対に不倫していないって言って、僕は篠塚さんの言葉を信じております。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。